あと少しですわ。あ、そのあたりじゃなかったっけ、オールが見つけた秘密の通路。まあ確かに。じゃあここであの鍵を使ってと。ってあん時あいつこれで開けたんじゃねえか。何が外から見た高さが合ってないだ。僕も抜けなきゃと。以前は空洞になっていた女神研究室はそのまま残っていますわね。さて漁らせてもらうか。一体何が出てくるやら。やっぱお宝がいいよね。なんだか泥棒みたいですわね。仕方ねえだろ、オールに言われたんだからな。ファング、これ。これは手紙と研究資料ですわね。手紙を書いたのはオールだな。君たちがこれを読んでいる時代、どれくらい技術が退化しているのか不明なので、古典的な手法である手紙にすることに。くっそ、さらっとバカにしてんな。いいから続き。わかったよ。僕は幸運にも一命を取り留め、フルールとグラースと一緒にこちらで普通の暮らしをしています。あそこにいた時にはこんな日常を送れるとは思っていなかった。君たちのおかげです。なんだか随分と素直な性格になったわね。フルールたちのおかげなのかな。とでも書くと思いましたか。あ、僕の功績についてはおそらくたくさん書籍が出ているので、そちらを。やっぱりあまり変わってないかも。さて本題です。君に ID まで渡して僕が残そうとしたこと、これについては僕が解明できるか自信がありませんでしたので、君に一つ忠告を。あれ、手紙にチップが挟まっているわ。本当だ。でもまあみんな待ってるし、とりあえず帰ってから読もう。そうですわね。だな。んじゃさっさと塔を降りてゼルウィンズに帰るぞ。ということで、森のクマちゃんは豚ちゃんとずっと仲良く暮らしました。めでたしめでたし。絵本の朗読お疲れ様。子供たちも寝入ったみたい。俺の意識も飛びそうで。昼間からずっと子供たちと一緒に遊んでくれたものね。こいつらの体力尋常じゃねえよ。お前はすごいな、こんな小さなモンスターを毎日相手にしてるんだからよ。一人じゃ無理だったかもしれない。でもみんなが手伝ってくれるから今のあなたみたいにね。そういえばどうしてファングは私を手伝ってくれたの。俺はただマリアナの力になりたかっただけだ。なんかお前のことを考えるとよ、俺にできることは何でもしたくなるんだよ。もしかして迷惑だったかな。ダメならはっきりそう言ってくれよな。ダメじゃないわ。むしろすごく嬉しい。本当にすごく。マリアナ？そろそろザギたちも帰ってくるわ。明日の準備もお願いね。わかったわかった。でも本当に重労働だよな。どんどん慣れてもらわなくちゃ。だってあなたは一生私に尽くすんだから。光って
さて本題です。君に ID まで渡して僕が残そうとしたこと、これについては僕が解明できるか自信がありませんでしたので、君に一つ忠告を。僕が彼女たちに使ったあの折れたフューリー、あれはこの世界の何者でもない力が宿っています。その力はきっと君たちをまた巻き込むでしょう。だからどうか。女神と邪神は生き残ったか。惜しかったけど、そこそこ面白かったしいいでしょう。どうですか、気に入ってくれましたか。って返事あるわけないか。これはこれは懐かしの折れたフューリーじゃないですか。お久しぶりです。でももういらないな。あの女神の力を受け継いだ妖精ちゃんと相棒、それに邪神の血を引く女の子、あいつらもっと楽しいことしてくれそうなんだよな。もうちょっと様子見てくかな。決めた、そうしよう。ってわけなんで、もうちょっと遊んできます。もしかするとあなたの望む三神が滅んだ今を作る存在になってくれるかもしれませんよ。今はまだ僕一人を送り込むだけで精一杯のあなたが、こちらへ来るための下地を整えてくれる存在に。お楽しみに。